When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はじゃじゃーん、こちらです。過去にね、2本こちらのソリッドジェルですね、パレットタイプのソリッドジェルなんですけども、こちらを紹介した動画っていうのが上がってます。サムネイルはこれとこれになります。で、私これ Amazon で2600円ぐらいで購入したんですけど、めちゃくちゃ良くて、使い心地もで、ちょっと匂いが若干気になるぐらいで、他は本当にすごく良かった。まだ動画ね、見てないっていう人はリンクも載せておくので見ていただきたいんですけど、こちらがあんまり良かったので、違う色もいろいろ買ってみようと思って、で、なんか9点でも売ってるよっていう情報を皆さんからいただいたので、9点で探して、ソリッドジェルね、いっぱいあったんで7パレットも買ってみたんですけど、なんかね、届いたらちょっと思ってた感じと違ったので、はい、違いとかっていうのを皆さんにこれ開封して比較したいと思います。で、今日7つ全部塗ることはしないんですけど、この中で皆さんがこれレビューしてほしい、これ先に見たいみたいなっていうのがあったら、コメントでちょっと教えていただきたいなと思ってます。みんなが見たいっていうやつから順番に紹介していけた方がいいかなと思ったので気になるパレットあったらコメントで教えてください。同じところで買ったんですけどね、なんかパッケージが違うのも入ってて、こういうやつで、こっちはね 1.5g なんですけど、こっちは 1.2g で、微妙にちょっと違うのが混ざってるっぽい。ではね、早速ね、開けてみましょう。結構匂いがね、やっぱりめちゃくちゃきつい。こっちよりも匂いがきついかもしれない。こんな感じで、外の容器自体がね、まずこれと比べると小さいし、無地です。何にも書いてない感じで、こういうビニールがついてるので、めくる、開けると、じゃーん、こんな感じなんですよね。で、前とほぼ一緒じゃんって思うかもしれないんですけど、どう？いや、塗ってみないとわかんない。今日ちょっと塗ってみようとは思ってるんですけど、大きさが小さいだけなのかな。でね、なんか紙っていうのもちょっとなんか汚れがついてたり、ずれてたり、一部浮いてたりとかして、実際安いんだけど安っぽく見えちゃう感じ。でもね、色は可愛いこっちの方がでもしっかり締まるかも。で、ブラシがついてくるみたい。で、ブラシも小さいんですよね。このパレットについてきたブラシと比較するとこういう感じです。小さい方が今回のについてきたやつ。前のやつのブラシって結構ちゃんといい感じのブラシなんですけど、痛めちゃくちゃ硬い、これすごい、糊が今ちょっと小指当たってすごい痛くてびっくりしたけど、こうほぐして、あー、いけたいけた。なんかね、小さいからこれで塗ると塗りにくいと思うので、それに比べると前についてきたブラシは結構必要かったんだなと思います。ブラシはそんな感じですね。だから全体的にちっちゃいなっていう。で、まあパッケージもね、全然こう違いますよね、この感じ。やっぱりこっちの方が可愛いね。何にもなくてこんな感じよりかは。じゃあね、ちょっと買った色を順番に紹介しよう。まずね、これさっき見せたやつ、これはね、じゃん、こんなやつ。この女の子が柄の1つ目、これ。で、こっちは何が違うんだろう。本当か？あ、すごい可愛い。めっちゃキラキラだ。これ、ここ。このやつ。2つ目。超キラキラ。これ可愛い。これ綺麗かも。ね、でもなんか今までの時もソリッドジェルのラメ系のやつって結構色が薄かったので、その辺ちょっと気になる。ではあるけど、ちゃんと発色するのかなっていう。3つ目はじゃん、あ、かわいい、この色かわいい、こういうやつですね。3つ目がこれ、良さそう。これの、これはなんかこの表面の感じがちょっと綺麗から良さそうに見える。相変わらずちょっと汚れてはいますがちょっとこうパステル系ですね。じゃん、おー、
これも可愛い。ちょっと穴が開いたりしてるけど、あ、結構細かいラメが珍しいかも。ここまで細かい感じ。このやつですね。これが4つ目。秋っぽい色とちょっとヌーディーカラーが入ってます。じゃーん。わー、これ新しい。見て、ほら、透明感がすごい。シアーカラーが入っているね。そこが見えてるのが面白い。わー、すごい。これちょっと気になる。こんな感じの、うわ、なんかここすっごいベタベタしたノリみたいなのがついてる。こういうところがなんかちょっとこう前のやつほどなんか精度が良くない感が出てますが、ちょっとここ浮いてるし。はい、でもちょっとこれ面白いですね。どんな感じなんだろう。ちょっとこのダークな感じの色味ですね。シアー感のあるやつ。こちらが5つ目。次が、じゃん。浮いてる。軽くこの、ここ伝わらないかな、あんまり。ちょっとこうブルーとか、イエローとか、ビビッドな色も入ってる感じですね。うんうん。で、最後、こちら。じゃん。おー。これなんかすごくいっぱい入ってるように見える。これがなんか気になるな。このギラギラ大きいラメ絶対可愛いよね。これね。これはじゃあ赤がいっぱい入ってますね。なんだろう、リップ、口紅のパレットみたい。ね、いろんなこの女性らしい赤とかピンク系の色がザーッと入ってて、これのあのリップバージョン欲しい。って思いました。これとこれとかほぼ色一緒に見えるけど、塗ったら違うのかな？めちゃくちゃ似てるけど。はい。ということで、これが最後ですね。はい、皆さん、どれが見たいですか？コンパクトなので、質が良ければ、まあ、いいのかなって感じではある。ね、あんまり場所を取らないので。ちょっとじゃあ、一個、なんか、開けてみるか。まあ、全部塗るのはちょっとね、あれで皆さんに聞いてからにしようと思うんですけど、ちょっとこれを塗って、取って塗ってみます。取った感じとかっていうのがどう違うのか見たいですね。まあ多分一緒かなと思うんですけども。で、まあせっかくなんで、このついてきたちっちゃいブラシでの塗りやすさっていうのと、いつも私が塗ってるやつで比較した方がいいのかな。そのブラシ使ってるんで、オーバルの。はい、だから同じ、私がいつも使ってる使いやすいブラシで塗った時っていうので比較しようかなと思います。とりあえず最初はいつも使ってるやつでやるか。前あったのと似たような色で比較した方がいいか。前紹介したやつとかだと、やっぱりこのベージュかな。比較しやすいからベージュにしよう。こちら取ります。せーの。あ、でも一緒かも。やっぱりこの、これは。取った感じは一緒だけど、結局はこのパッケージの可愛さと質の違いなのかもしれない。あとは量と、うん、あんまり変わらないな。一緒な気がする。全然いいと思う。中身はね、そんなに差がないかもしれない。なんでもうあれですね、自分がどういうアイテムを使って音色を楽しみたいかっていう、そこかも。で、まあ拭き取って、で、硬化します。じゃあ次に、このちっちゃいブラシね。これでやってみます。これ取ろうかな。お、うん。ちっちゃいブラシ。なんか私の小指でやっとちょうどぐらいの。親指とか塗ろうと思うと結構細かいので、さささっていっぱい塗らなきゃダメで、筆跡がいっぱいつきそうな感じですね。細かいとね、こうなるんですよ、筋が。こういうのがやっぱりね、できやすい。まあこんな感じですね。はい。で、最後はこのこっちについてきてたブラシ、これでやってみましょう。これはね、私がいつも使ってるブラシと比べるとこんな感じで、ちょっと短いです。で、厚みもこんな感じですね。はい。じゃあ、まあ質感とかっていうのがほぼ一緒っていうのが分かったので、合計してみるか。色、この青とか気になるんですよね。青いってみよう。おお、すごい鮮やかで綺麗な青。うん。短くて量が多いので、ちょっとこう、硬いっていうか、しなりがあんまりないかな。もう一個違うのにも塗ってみよう。じゃあ、硬化します。じゃあ、これを塗ってみようかな。似たような色の。
お、うん、はい、こんな感じです。じゃあ硬化します。はい、ということで塗ってみました。塗ってみた感想をまとめると、私が Amazon で買ったこれとそんなに差はないかも。まあでもね、なんかこっちの方がちょっとこう色が濃い気もするけど、あんまり変わんないかな。ブラシがね結構重要で、で同じブラシで比較してみたけど、やっぱり中身そんなに変わらないかな。でこの青に関してはちょっとこうあのムラムラになりやすいというか、こうセルフレベリングもそんなに早くない感じはありますが、まあでもこんなもんでしょうだからね、どっちを買うか本当にさっきも動画で言ったけど、こだわりだと思う。どのジェルでやりたいかっていうことだと思います。パッケージの違いが大きいかな。あとは配色ですよね。パレットの色の配色っていうので選ぶのもいいと思います。でもう一回ねおさらいすると、一つ目がこちらで、このキラキラが二つ目、キラ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 で、これ三つ目、はい、こちら四つ目、これも可愛いけどね、五つ目で、こちらがさっきちょっとだけ使ったやつ、はい、でこれが六つ目。これも気になる、この透明なやつがね、これどうなるんだろう。これもなんかちょっと不思議な色だし、で最後が赤ね。これはラメがこう気になるな。はい、ということで皆さんどれから見たいですかなんかこれ見たい、これ見たいっていうのをコメントでぜひぜひ教えてください。で、リンクも載せておくので、こうね、9点届くのに時間がかかる。これ届くのもうだいぶ時間かかりました、本当に。だから、結構早めに欲しいっていう人は、もうリンク載せとくので買っちゃってもいいかも。はい。で、まあ、しっかりね、レビュー見たいなっていう人は、ぜひぜひ自分が気になる色、こんなのが見たいっていうのをね、コメントで教えてください。ということで、今日の動画は、パレットタイプのソリッドジェルを買ってみたので、そちらの試感レビューと、みんなに何色から見るっていう相談の動画でした。ちなみにね、なんか、いろいろ見てて、なんか他にも、いろんななんかジェル、ソリッドジェルでいろいろあるみたいで、タイプが。なんかね、こういうやつとか、なんか色がなんか変わるみたいなやつとかも面白いし、いっぱいあるからちょっといろいろ私も他のも買ってみようかなって思います。最後まで見てくださってありがとうございました。一つ前のフラワーのね、埋め込む、お花を埋め込むよっていう動画。こちらで皆さんすごいたくさんの、優しいコメントいっぱい書いてくれて、めちゃくちゃ嬉しかったです。コミュニティの方にも書きましたが、結構ね、仕事で疲れてた時だったので、皆さんのコメントが本当に染みました。いつも応援ありがとうございます。これからもね、みんなと一緒に楽しい動画を作っていけたら嬉しいです。それでは、他にもたくさん動画アップしているので、ぜひぜひ過去のもあさっていろいろ見てみてください。では、また次の動画や他の動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。